レイン。え？君はクビだ。あ、キラータイガー。まずい。Dランクの魔物、キラータイガー。下手すればベテラン冒険者も命を落としかねない厄介な存在。もちろん俺なんかじゃ到底かなわない。でもこれでいい。おい君、動けるか。今のうちに逃げろ。テイムする動物もいない。武器もない。でもせめて女の子が逃げる時間くらいは。なんでまだそこに。最後の力を振り絞って。キラータイガーが一撃で。君は一体。この世界には最強種と呼ばれる規格外の力を持つ存在がいる。竜族、精霊族、神族など数多の最強種が存在するが、その中にあってひときわ珍しいと呼ばれる種族、それが。レイ族。あっ、もう限界だよ。おい、おい、大丈夫か。怪我をしてるのか。しっかりしろ。もう、お腹すいたよ。え、本物だよな。最強種の中でも絶滅寸前と言われるネコレイ族。魔法が使えない分、極限まで進化した身体能力は最強種でも一二を争う。うん、本物だよな。ありがとう、助かったよ。あのまま死んじゃうのかと思った。携帯食料を持っててよかったよ。にしても大げさじゃないか。そんなことないよ、うん、もう何日も飲まず食わずで。天国に行ったはずのおじいちゃんたちが手を振ってるのが見えたの。割とシャレにならない状況だったんだな。絶滅に一歩近づくとこだったよ。本当にシャレにならない。この人レインなら私を刺激できるんじゃないかって。私たちネコ霊族を刺激できる人なんて世界中でほんの一握りしかいないよ。だからレインはすごい人なんだよ。俺がネコ霊族を刺激する？そんなの考えたことも。ねえレイン、私を刺激してみる？もし最強種を刺激できたら、それはどれだけ心強いことだろう。あんなことだってもう二度と。最強種がいれば。なんだか運命みたいだよね。あ、そうだ。最強種だからとかじゃなくて、俺はもっと奏と仲良くなりたいんだ。わかった、やってみるよ。我が名はレイン・シュラウド。
新たな契約を結び、ここにエニシを作る。誓いを胸に、希望を心に、力をこの手に。答えを、何時の名は。ここで奏が自分の名を答えれば、契約が成立する。そうでない場合は。奏。契約成立だ。ほら、手のひらを見てごらん。おお、なんか変な模様ができてるよ。それが俺と奏を結びつける契約の証だ。これで俺と奏は契約したことになる。そうなんだ。これが私とレインの絆の証なんだね。嬉しいな。絆？あれ、違った？いや、合ってるよ。それは俺と奏の絆の証だ。うん、これからよろしくね、レイン。こちらこそよろしくな。おわ、ちょ、おい。最強士と呼ばれる規格外の力を持つ存在がいる。勇者パーティーを追放され、仲間も目的も失ったビーストテーマーの俺は、こうして